ウェサン島の海戦また母、アメリカ独立戦争中の1778年7月27日、ウェサン島の西100マイルで、フランス艦隊とイギリスの艦隊の間で行われた、戦い。大艦隊同士であったにもかかわらず双方ともに、大きな戦果を上げずに終わり、イギリスでは清掃に発展した。イギリス艦隊は、軍艦、ビクトリー上のオーガスタス・ケッペル提督が指揮する。 戦列艦30隻、フランス艦隊は、ドルビューハク・ルイジロー提督の指揮する戦列艦29隻であった。1778年7月9日に、スピットヘッドから戦列艦30隻を従えて出航したケヘッペルは、7月23日、ウェサン島の西で、風上側に29隻のフランス艦隊を指認した。ドルビは戦いを避けよという命令を受けていたが、 ブレストとの間を遮断されていた。艦隊のうち2隻は風上へ飛退し、港へ逃げ帰ったので、彼の手元にある戦列艦は27隻となった。双方の艦隊は変化する風と豪雨をついて運動を行い、やがて若干の混乱を生じたフランス艦隊に対して、多少なりとも戦列を維持したイギリス艦隊が戦いを強制できる状況に持ち込んだ。 カザシモを先行していたイギリス艦隊は一斉回答するとフランス戦列と反抗する形で戦闘に入った。正午ごろイギリス軍艦ビクトリーはビルドパリの前を行くフランス機関ブルターニュに対して砲撃を開始した。イギリス前衛戦隊はほとんど損失なく離脱したがサーヒューパリサー提督の後衛戦隊はかなりの損害を受けた。コースに後、 再度回答して、追撃体制に入ったケッペルは、全艦に対し、フランス艦隊を風上に追え、という命令を発したが、パリーサーは従わず、追撃体制が整わないまま戦闘は収束した。この回戦の結果について、政治的な意見の相違に基づく、激しい非難の応酬が、海軍司令部内で巻き起こった。まず槍玉に上がったのはケヘッペルだった。 戦闘式を誤って敵を取り逃がしたという権威であった。信号書の不備もあったが、軍法会議に証拠として提出された。パリサー側の複数の公開日誌に談合による改ざんが認められ、ケッペルは無罪となった。市民はこれを喜んだが、ケッペルは権威をかけられたことに嫌気がさし、司令官を辞任してしまった。続いて、パリサーの軍法会議が開かれた。パリサーは、 機関が行動不能に陥っていたため命令に従いなかったと公弁したが、その状況に万全としていた点を指摘され、無罪とはなったもののグリニジの海軍病院総裁という官職に追いやられた。この争いは、その後政党間の避難合戦に移り、海軍の権威を痛く損ねることとなった。ありがとうございます。